はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は吉田栄作さんと内山理奈さんが結婚されたというニュースが入ってきました。早速ね、相性の方をね、見てみたいと、思います。パッと見た瞬間ね、面白女性を探していたんです ね、吉田栄作さん、結婚の条件あります、ね、それはユニークな女性、ね、月天王星、ね、木星、まあ、木星天王星号と月スクエア、ね、火星トラインと、いうことになります。非常にね、まあ、要求することは3つ、面白い人、だからまあ珍女と言われる女性と結婚する人ってやっぱ多いですよね。面白ければ面白いほどよろしいということと、木星、まあ人をもてなすとかね、いつでも毎日ホームパーティーやっても OK な人を募集、ね、ということ。そしてまあ火星、働き者である、とこの3つですね。これがまあ条件となりますね。一方のね、内山さんの方になりますと、月太陽トライン、ね、月火星オポジション、ね、そういう配置で、まあとても働き者で、まあじっとしてないっていうことですよね。活発な女性で、ね、毎日ねスーパーのチラシ片手にね、スーパーはしごしている、ね、自転車でね失踪する姿そういう主婦の人ね、よく見かけますけどね、そういう奥さんになりますよと、いうことです。まずまあ火星の部分持ってますからね、これはもう OK と。天王星で面白女性ではないけども、これ面白いことに、コンポジットチャート、ね、合成図作るとね、これはなんと月天王星が出来上がるというね。あ、なるほどねとね、他の人ではならないんだけどね、吉田栄作さんと一緒になると、面白女性になるっていうね、そういうことです。これはもう吉田栄作さんがそれを望んでいるからね、おのずと面白女性になるっていうね、珍女みたいになるっていうね、そういうことです。それはもうね、2人合わせてみないとわからないということなんですね。それでまあ結婚に至ったと、ね、いうことになると思います。そしてね、まあ太陽です、ね、吉田栄作さん太陽ノンアスペクト、ね、そして、内山理奈さん太陽ね、まあ火星とセクスタイル、ね、月とトラインと、いうことでね、まあ太陽は問題ないと。どっち、まあ、内山さんの場合アゲマン、ね、ということでね、どっちかが月がハードアスペクトを持ってた場合ね、ちょっとそこ注目しますけど、そういう面ではね、アゲマンとか下げマンとかっていうね、話になりますとね、今回はそれはなしということになりますので、まあ、むしろ内山理奈さんはアゲマンで、吉田栄作さんは、まあ、ニュートラルということですよね。まあ、どちらでもなれると、ね、いうこと。そしてね、まあ、金星内山理奈さん、ヤギ座、ね、ヤギ座で、水星、木星、冥王星号とセクスタイルということでね、まあ、大変恋愛力のある方ということが言えるわけです。一方ね、吉田栄作さんの方は金星海王星スクエア、金星火星トラインと、いうことでね、もう本当に感性豊かな、ね、ロマンチストということですね。水亀の金星になります。まあ、水亀とヤギ、ね、まあ、隣同士ですからぶつかることはないんですね。ですからまあそうですね、若いうちはね、やっぱ金星が合うかどうかっていうこと重要になりますけど、まあ、この年になるとね、お二人とも52歳と40歳っていうことになるとね、
まあそれはまあ優先順位が下の方になるのかなっていうね、ことは思います。だから若い時はねやっぱり、自分の好みっていうことになり、ますけどね、これはあんまり関係なかったのかなと思います。そしてね、20円を出してみますと、これね内山里奈さんの金星に吉田栄作さんのセレスを乗せてます。コンジャンクション、これはねやっぱり女優として、ね、でまあ内山さんの楽しみとか、お金儲けとか、まあそういう美的、センスだとか、まあ女優だったらね、その女優的感性ね、それを育ててあげることができるんですよと、いうようなことですよね。ですからまあこれはもう非常に内山さんにとってはね、もう非常にいい配置で、ぜひ結婚したいと思ったというのはまあ納得します。そして、一番の問題が、ね、お二人とも活動休強すぎるということで喧嘩になりやすい、ね、喧嘩ばかりしてね、それが悩みのね、ご夫婦ってやっぱねよくね相談来られるんですけど、まあお互いにね言いたいことがあっても10あっても7ぐらいに我慢するとかね、もう半分できたらもう偉い、ね、お互いそれをやってくださいということですね。ですからまあお互い分かっててね結婚するのとしないのではね、まあこれはね天と地なんで、ね、天国と地獄なんで、分かってて、そういうふうにはしてると思いますけどね。やっぱ苦しいことは苦しいです。そしてお互い火の球がね一つずつしかありません、ですのでね、だからうちねその吉田栄、ね、作さんウォーとかねウォーとかね昔やってましたけどねあれは火の球じゃなかったのかってね、火の球がない人があれをやるとねなんかおかしく映って逆にクローズアップされてしまうっていうねことなんだなとね、いうこと。水の球ない人がねムツゴロウ王国やるとああいうことになっちゃうんだみたいなね、まあ、ユニークな例でインパクト与えるってことですよね。ですからね、まあ、ムツゴロウ王国も、もう閉店とね閉園ということになっちゃったみたいですけどね、やっぱり、合わなかったのかなと、ね、水の球を多く持ってるスタッフが辞めちゃったらもうね、畑間さんおりさんだけじゃちょっと育てられないと、育てるっていうことになるとちょっとね、火の球だけではちょっと無理かなと、ね、いうことね。だから動物たちと遊ぶって言ったらねそれはもうね、一番視聴率取れると思いますけどね、実際地道に育てるっていうのはやっぱ水の球とか地の球なんでね、そこの部分が足りないということですよね。ですからまあまあ、でもお二人とも畑間さんのりさんみたいな人と結婚すると相互補完できるってことですからね、お互い、まあ、火の球がない同士、ね、活動球強すぎる同士、ね、結婚していや果たしてどうなるのかな。だから見てるとね火の球ない同士の夫婦ってねなんか面白いことあるんですかみたいなねシーンとした感じでね、なんか地味な感じでね、何が面白いんだろうみたいな感じになっちゃいますんでね、まあそこでどっちかが火の球あればね生活にメリハリ効くのかなっていうことを思います。ただ相互補完なんでねお互い似た者同士ってことになりますんでね、そこはまあこれからのね試練ということになります。まあ、結婚っていうのはね、まあ、一番の修行とよく言われますのでやっぱりまさに修行ということになると思います。渡辺謙さんと南果歩さんの結婚では柔軟球がもう2人強すぎると、どうするのかなこの2人みたいなやっぱり別れたかみたいなどうするのとね、いやーすっきりしないだろうなみたいなね、言いたいことがあってもお互い止まり止まりに言いますんでね。まあでも内山さんとかね吉田さんはもうストレートにねもう喧嘩吹っかけてくるって感じなんで、その方がね南果歩さんや渡辺謙さんはありがたいというね
ことなんです。ですからね、やっぱりお互い相互補完できるっていうことはね、やっぱり重要なことなんだなっていうね、ことはまあいろんな鑑定でも思います。ですからまあそこですよね、まあ上げまんとか下げね、下げまんとかね、下げちんとかね、そういう話とかじゃなくてね、まあそれはね、小室さんと眞子さんのね、ご夫婦っていうことになると思う。まあ下げまんとさ、下げちん同士の結婚だからそこが修行になるんですけども、吉田栄作さんと内山さんはね、まあ喧嘩をしすぎる、ね、そういうところがねやっぱ課題になるわけです。ですからそこをやっぱりね、克服してもらいたいとこういうふうに思います。まあとにかくいずれにしろ ご結婚おめでとうございます。まあ末永くね、やってもらいたいと思いますし、あんまりねちょっともう活動休強すぎる同士だから無理だっていう場合はね、やっぱ無理しないで、離婚した方がいいケースもあります。ただやっぱり石橋貴明さんと鈴木保奈美さんですね、あのご夫婦っていうのはもう相性を見てもびっくりしてね、よく我慢しました ねお互い何ですかと、だからあのくらい合わない同士が結婚してしまうっていうと、もうやっぱ苦しくなって、やっぱりね、まあやっぱり別れたかっていうことになってしまいますしね、逆にね、よく頑張りましたってお二人ともってね、よく頑張った ね、まあ相当合わなくてもいいし、まあなんとか努力してね、うまく合わせようってやってきたんだろうなって思います。ですからね、まあ無理しなくてもね、お互いまあ親友みたいな形でね、やるっていうことですからね、あんまり、ま、無理をしてもいけないしな、ね、我慢していることもないしな、ね、思います。まあいずれにしてもね、この結婚はまあメリットもありますけどね、まあ修行と、いうことがまあ言えると思います。ですのでね、お互いそれね、意識してね、言いたいことがあっても半分ぐらいにすると、いうことでやっていただければなんとかいけるんじゃないかなって思います。はい、ざっくり見てみました、ね、とりあえずご結婚おめでとうございます。はい、それではね、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。